今回ご紹介するのは、オメガの自動巻き時計、シーマスター REF166-010-62SC です。1970年代に製造されたヴィンテージコレクション。スワンネック、環球針、微調整機構を採用した500番台の最終ムーブメント、CAL565 を搭載した実用機です。サイズ。ラグ幅は18ミリ。ケース径は約35ミリ。リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約43ミリ。厚さ約 10.5 ミリ。風防含む、腕回り最大19センチ前後です。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを1段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。レイトはリューズを2段引くたびにクイックチェンジします。精度。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、オニキス入りアップライトバーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ。3時1に実用的なデイト表示。レッドセコンドが良いアクセントとなる洗練された風防デザインです。SS ケースはスクリューバックのラウンドホリム。風防にはオメガマーク、裏蓋にはカイバー、シーフォースが刻印されています。バンドはオメガ製、人気の7連ライスブレスレットを装着しています。飾りすぎない大人の雰囲気を醸し出したスタイリッシュなデザイン。ビジネスシーンにはもちろん普段使いにおすすめの一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。焼け、シミ、汚れ、スポットなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスは経年変化しています。ケース、裏蓋。すれ、小傷、軽いあたりが認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。リューズにオメガマークはありません。風防。中央にオメガマークが確認できます。すれ、傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に保たれています。ブレス。バックルにオメガマークが確認できます。しれ、小傷が見られますがすぐに装着可能です。
時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。